皆さんこんにちは、長崎のとびです。今回はですね、私の新グローブ紹介ということで、もともと持ってるグローブが水色のグローブなんですけど、今回3月21日にラストクイーンズでピッチャーをするということで、まあ、結構もう最近投げることが好きで投げてるんですけど、そうすると今のグローブだと使えないということで、ローリングスさんでいつもお世話になってる、よく名前に出てくるんですけど、日高さんにもう今イメージしているものを伝えて完成したものを皆さんにお見せしたいと思って今日は持ってきました。こちらです。いやー、どうなってるんだろう。いきます。じゃじゃん、かわいい。どうですか？これマジで多分何これって思う人もいるかもしれないんですけど、このまずイメージは前まで飼ってたフォン君っていうアメリカンコッカースパニエルっていう犬種の、アメコカっていう犬種の犬がいるんですけど、それ飼ってて、そのフォン君をイメージして作りました。なのでここに耳をつけちゃいました。かわいい、めちゃめちゃかわいい、テンション上がってる。でここのウェブはやっぱ楽しみたいなと思ったので、この楽しむってカタカナで書いてあって、まあ私のこのノンっていうのと楽しむの詩をこう掛け合わせたって感じです。かわいい。で私が描いたイラストも刺繍してもらったのと、この前水色のグローブで作った時に作ってもらった刻印もここに施してもらいました。なんでこれは完璧2色に収まってるので、ピッチャーで使えると思います。まあワンちゃん怒られてもいいようにこれも取り外し可能にしてもらいました。はい、めっちゃ可愛くないですか？皆さんありがとうございます。ということで実際使ってみました。日高さんが片付けをもしてくれてたので、まあ、気温もそこから柔らかくするっていう形でいつも使っています。やっぱり日高さんはもうプロなので、もう片付け師としてもうベテランでもあるし、10年来の仲というか、もうずっと仲良くしていただいてるので、もう私がどういう方でどういう呼吸面で取ると取りやすいかっていうのを分かってくれてるので、めちゃくちゃもうさっとすんなり取れる形でグローブを作ってくれています。去年も今年もそうなんですけど、ポン君をイメージしたグローブを作って、で今回のグローブ自体はもう見てもこう触ってもなんて言うんだろう、ポン君だなって思うような形にしたかったので、もうああいった完成形になりました。でポン君との思い出はもう本当に14、5年頑張って生きてくれて、去年亡くなったんですけど、メンタル面だとかもういろんなところで支えてもらって、現役中も試合の時とかも試合が始まって終わるまではもういつも毎試合お母さんが作ったポン君用のトヨタのユニフォームを着て応援してくれてたりだとか、まあ、実家に暮らしてたので、まあ、ポン君ドライブ好きっていうこともあったので、京都から愛知にちょこちょこお母さんが遊びに来てくれて、私の家にポン君が泊まりに来てくれたりだとか、でまあ年を取ってくると、まあ、耳が悪くなったりとか目が悪くなったりとかして、もう最終的にはこう見えない状態だったんですけど、見えないままでも、もうすぐ私のところにこう駆け寄ってきてくれたりだとか、もうポン君がいたから14、5年頑張れたんじゃないかなってすごい思うので、私もやっぱねグローブ作るんだったら思い出のある品というか作品を作りたかったので、今回もうこういった形で最高の作品ができたと思っています。ということで今回この新しいグローブでキャッチボールとかゴロ取るようにしてみたんですけど、やっぱりめちゃくちゃ手にしっかりフィットするというか、ローリングスさんの革ってそれこそ去年も使ってましたけど、かなり手にフィット感があるんですよ。なのでこう取る時も吸い付いてくるというか、
かなり取りやすいです。でやっぱ皮が馴染みやすいんで、キャッチボールしただけなんですけど、結構もう肩が出来上がってきてます。結構肩も痛いの治ってきたので、これを機にこの最高なグローブでもう少し球速も上げて、球種ももうちょっと質よく投げれるように頑張りたいと思います。ということで、私の今年の新しいグローブ紹介でした。ご視聴ありがとうございました。